こんにちは、兄さんの広瀬です。とは言っても今日は休みなんでただのおじさんです。なかなかですね、動画の投稿ができなくて申し訳ございません。いろいろな事情がございまして、かなり空いてしまってるんですが、また下期に入ってからですね、いろいろ企画してやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。今日はただの思いつきで動画を上げてるんですが、以前キックスの e パワーを、ご紹介したとき、またノートの e パワーをですね、ご紹介したときに、マナーボードのですね、説明をさせていただいて、人を待っているときに使いますよとかですね、そんなことを申し上げましたけども、実際僕が乗ってるセレナの e パワーでですね、今日はこんな使い方をしてますっていうことでご紹介させていただきたいと思います。今からですね、靴を洗いにあるクリーニング屋さんに行って、約20分弱ぐらいですね、待ってるんですけども、その時にマナーモードを使って、エンジン、電源を切らない状態でしばらく待ってみたいなと思いますんで、ぜひご覧ください。今ですね、クリーニング屋さんで靴を洗ってるわけですけども、あと17分だそうですね。今日は自分の車ですね、休日なんで自分の車ですけども、今クリーニング待ってる状態なんですけども、そんな時に使える機能がマナーモードですね。早速使ってみましょう。今クリーニングあと17分でしたね、待ってる状態なんですけども、そんな時にはこのマナーモードですね、これを押して待ちましょう。そうするとエンジンがかからないでずっと待ってることができますね。今終わって帰ってきたんですけども、どうですかね、まだマナーモード継続中ですね。右上の時間が進んでるんで、時間が経ってるのは分かると思います。いかがでしたでしょうか。いろいろな使い方がありますけども、僕はこうやって使ってるよっていうことでご紹介させていただきました。また私の方でさまざまな企画をですね、考えて、自分なりにやっていこうかなと思うんですけども、ぜひ視聴者の皆さんもですね、こんなの見たいよとか、あんなのをやってほしいよとか、そういうのがあればですね、ぜひ採用させていただきたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。日産プリンス山梨ではインスタグラムも展開しておりますんで、 URL を概要欄に貼っておきますんで、ぜひご覧ください。またチャンネル登録、高評価もお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。日産プリンス山梨。